わかる。サブマシンガン持った警備兵とか雇いたいよね。すげえわかるわ。うおー、人がちょっと待って。これまた橋崩落しそうじゃない？大丈夫か？カモ置いてねえわ、そういえば。レッサーパンダのカモ置いてねえわ。やばくない？これ人がグワーってなって下に落ちてって全部食われる展開じゃない？上から見るとすごいな。走って人気出るようになったりするの？待って、何これ、新世界ゴミ箱ってめっちゃ怖くない？新世界ゴミ箱 新世界ベンチ、なんか新しいの増えてる。新世界ゴミ箱置いてみる。めっちゃ怖いんだけど、何これ。人とか吸い込まれそうじゃない？あ、そっか、大阪にもそういえば新世界ってあるよね。新世界のゴミ箱になれる。新世界ゴミ箱置いとくか。わあ、ででででで。レッサーパンダ。これオッケーだな。で、これもレッサーパンダ。このスペースクソもったいないな。いい感じだな。お。レッサーパンダまだま。お、なんだ、電源の管理が必要です。整備士が足りてない。あ、これ繋がってないからか、道が。やっちまったな。なんか動物園っていう感じがまだないよね。なんでだろうね。なんでなんだろう。まだ広くないからかな。手前だけ開拓してるからなのかな。そうだ、募金箱忘れてたわ。募金箱警察に捕まる。結構やることが多くて、どんどん忘れてってしまう。金箱行くか。お、整備士の研究が完了した。研究がすごい勢いで終わっていくな。もう研究するものがなくなってきたな。病気研究するか。カンピロファクター病、MRSA だっけ？さっきの。こういう病気とかに詳しい人かっこいいよな。MRSA はこういう病気ですよって言ってみたいもん。大交差しない方の道。こっち？あー、そうね。夢は膨らみ続けるばかりだな。すごいな、まだまだ終わらなそうだな。なんだっけ。まあ、ライドもしたいし、俺今何かを作ろうと思ってた。ちょっと待って。まあ、ライド行くか。あ、そう、展示だ。そうだ。また虫売らないと。もう虫全部売る？撤去するもう。いや、必要か。金なくなったらやばいもんな。大変なことになるよな。
わあ、虫がもう大変なことに、ゴキブリが繁殖しすぎて大変なことになってる商店。ひえやばいなあ、マジか。ゴキブリが繁殖しすぎてちょっと。やばい、老年しかいない。まさかの。まあ、死滅したらそれまでかな。そんなもん虫に頼る必要もなさそうだしな。お、臨月だな。トカゲが。いいね。オッケー、これでオッケーだな。どんどん売ってこう。売っ払っていくんや。なんか老体ばっかだな。生体若年がいないね、珍しいな。あ、ばばばば、間違えた。あれ、ちょっと待って、なんか間違えたな。よし、オッケー。で、これでポイッと。北海道ってゴキブリ出ないんでしょ。だって逆に出ないからなんかやばいって聞いたことあるけどな。間違えた。待って、間違えた。ボアコンストリクター、ちょっと待って、ボアコンストリクター、ボアコンストリクター、これでオッケーかな。よし、ちょっとトイレ行ってこよう。レッサーパンダでも見ててください。トイレ行きたい。とりあえずレッサーパンダ映しとけばセーフみたいなとこある。あれ、アングルが悪いな。よし、ちょうど起きた。あれ、ずっともしかして俺がいない間寝てた。レッサーパンダ。おお。え？これもプラネットズーのいいところだよね。ちゃんと動物の動きが再現されてるって。マジでいいところだと思う。ほんとよくできてるよな。普段動物見ることないからな。レッサーパンダ食べないだろう。スリーカーズさん100種ありがとうございます。レッサーパンダ商法かな。でもかわいいですね。ありがとうございます。
多分その100円はレッサーパンダの餌になることでしょう。へえ、そうなんだ。まあ、こうやって生きとして生けるものがいっぱいいるんだよ。なんかキュ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 って言われたな。ワンダーランドだよ。ちなみに見てください、この荒れ果てた大地。最初この円を敷いたのめっちゃ懐かしいんだけども、すげえ懐かしく感じるわな。何だったんだろうなこの円な。こっからスタッフの場所を作ってって言ってたのに、今ではもう触られることすらない。あの丸なんだろうなって思われてそう。あ、そうだ、俺売ってないよね虫確か。じゃあライト作りますか。行くか。客はみんな地下から来てるんだよ。これ世界観としてはすでに人類の文明はもうなんだろう、地上で生活することは困難になってて、こうみんなシェルターの中から過ごしてるんだよね。でここは特別に開放された地域で、なんか空気清浄機みたいなのが実を言うといろんなところについてて、この動物園だけは自然に近いものと触れ合えるっていう設定なんだよね。そうだからこの周りを見渡すと何もないんだよね。そう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 、人類の最後の娯楽なんだよ。だから人が来るんだよこんなに。そう、唯一自然を体感できる場所ってことでね。そう、外はもうあれよ、もうみんなボルトスーツ着てあれだから、奪い合ってるから。じゃあライト作るか、そんなくだらないこと言ってないで。ライドって建設なのか。ついに初めて移動ライドに手を出す。いきなり蒸気機関車行ってみる。あー、そういう感じなのね。なるほどね。そう、そういうことなんだよ。あー、そういうことなのか。線路を敷くのか。じゃあこっから伸ばしてみたいな感じなのかな。駅とかってないのこれ、パーツで。ゴンドラ、最初にプラットフォーム。プラットフォームがどっかにある。建設かな。なんで施設にないんだろう。アドベンチャーツアー、あ、これがプラットフォームなんだ。あ、そうなんだ。あ、これ駅か。これ吊り下げ式ゴンドラって空中から行ける感じではないの。あ、全部ちょっと入れたいけど、端から端まで通す感じだよね。まあいいや、ちょっと物は試して置いてみますね。まずは置いてみよう。置いてみますねって言ったけど、ちょっとなんか勇気が出なくて置けないんだけど、ここに置くか。これ道路、あ、なんか方向書いてあるな。なるほどね。今俺すごいこと思いついたわ。なるほど。まあ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 、後でのお楽しみということで。なるほど、空も使えるんですね。こういう感じかな。はあ、なるほど、この方向にしか行かない感じか。いや、それとも丸く走るのか。いや、
ょっと多分予想できないと思うんで大丈夫です。輪になるように線路をつなげる。あー、ということは山手線ってことですね。真ん中に作った方がいい。つまりえ、上り下りってどうなるんだ。人が上ったり下りたりするのってどうなるんです。まあいっか、やってみればわかるか。間に息を作ることはもちろん可能。あ、そうなんだ。これはじゃああれですか、車庫、要はスタート地点にしか過ぎない。この辺でいいかな。ほう、ちょっと待って、ジェットコースターじゃないんだから。ちょっと待って、え、ちょっと待って、え、なるほど。ああ、横にも曲げられるんだ。はあ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 、これ何？あ、長さか。なるほどね。すごいな、何でもできそうだなこれ。へえ。富士山みたいだな。うん、なるほどなるほど。でも駅は地面じゃないと多分ダメでしょ。そんなことない。オートコンプリート。駅ってどうやって置くんだろう。ステーション、これか。あー、すごいな。なるほどなるほど。俺でも思うんだけど、空通した方がいいよね。空ってか上通した方がいいよね。上通して、あ、空中に置けるんだ。うーん、そう考えると空中に置くか。じゃあステーションから空中に置いた方が効率はいいよね多分ね。宇宙ステーションや。あれ、ん、なんだ、何今か金が、あー、間違えた間違えた。一回売って、2層ぐらいにして、わかんない、まだ全然俺もわからないからな。初めて作るからな、ステーション。この辺かな。ちょっとこれ奥行きがねわかんないんだよね、これ。よくね、このゲームこんなもんかな。もうちょい下でもいいか。こんなもんかな、こんなもんか。輪にしないといけない。へー、お、おー、
ほどな。なんでこれ、待って、斜めにできるの？ジェットコースターじゃん。こんな感じよね、多分。難しいな。 183G。 そんなジェットコースター存在しないだろう。え、これ脱線とかしないよね。大丈夫だよね。あー、折れる折れる折れる。待って待って待って。あいや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 、あいや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 いいね。やばい、ちょっと待って、ミスったのでは。まあ、大丈夫かな。まあまあまあ、なんか下に引いたけど。え、ちょっと、え、ちょっと待って、繋がってない、繋がってないよこれ。ちょっと待って、ええ、オートコンプリート、待って、これ編集はできない。オートコンプリート、もしかしてこれ一回決定しちゃったらオートコンプリートできない。やってしまった？だってつながってないもんな。トラックの編集から、トラックの編集、あ、これか。あー、ありがとうございます。なるほど、すごい。オートコンプリートに失敗って言われたけど、これなんだ、何が悪いんだ。角度、最後の1個を消したい。え？こうか。ちょっとこっから消していくか。で、これでちょっと長さを一旦調節して、え、ちょっと待って待って待って、下ってる下ってる、ちょっと待って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 、もうちょい上や。よし、これでいいんじゃない。お、なんでこれ微妙に足りないんだ。ちょっと12メートル刻みぐらいでいくか。あれ？ダメか。これ難しくない？なんでこれ繋がんないんだろう、こんなに。あ、繋げるアイコンを押してもいい。繋げるアイコン？これじゃないの？オートコンプリート。え？やっぱ繋がらないって言われてない？もう1本を消してオートコンプリート。なんか失敗してるっぽいけどな。角度がありすぎる。
距離が近い。結構癖あるよな、なんか。あー、そういうことね。はい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 。で、あとステーションか。あとこれあれだね、駅作んないとダメだよね。同じタイプの既存のステーションのすぐ隣にのみ配置できます。あー、そうなんだ。なるほどな。じゃあ一回もう一回ぶっ壊さないとダメか。待って、人は大丈夫だよ。あの、なんか作るから、ここにアクセスできる何かは作るけど、中の線路を切ったらいける。これ俺は破産したりしないかな、めっちゃ怖いんだけど。これをこの辺に欲しいよね、1個駅ね。切ってテーション、入り口が左、出口が右、右右だよね、右右。あー、こういう感じね。なるほどね。はい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 、すごい。これで駅を追加していけばいいのか。うん、すごい。区間が短い。いや、まあそうだけど。いや、でもこれ長いでしょ、言うても。多分駅にあれじゃね、通ってればいいんじゃない。すごい、一気になんか変わったな。あとはこっちにも作ってあげるか。ファ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 、ここを切ってテーションを右から右かな、右から右。あ、待って、そっか、待って、曲がっ、ちょ、曲がっ、ここやね。ここの右をこうだな、ここを切って右から右へ。いいね、オートコンプリート。オートコンプリートできてないな、すげえなー。こんなことまでできちまうのか。いいね。動物園はどこへ行けた。いやいやいや、動物園でしょ。動物園を見て回るための、だって乗り物を作ってるからさ。ねえ、めっちゃこれすごくない？これステーションにさえ取ってればいいのかな、多分。そうっぽいよね。プラネットコースターみたいっていうか、まあプラネットコースターですからね。会社が同じだからね。え？全域なの？え、無理でしょ、さすがに。そんな、まさか。多分ステーション通せば、ゲームの使用上通るのでは。え？そんな、まさか、全域通すとか無理くない？だってそんなでかい電力装置ないでしょ。へー、そうなんだ。じゃあこの作り方分かってたら
もしかしてプラネットコースターも俺プレイできる？作り方覚えちまったな。他のあれか、作品もプレイさせようっていう、そういう感じか。間のスペース何ですか？何間のスペース、間のスペース、まあいいや。とりあえずまず電力の発電所を置かないと話は始まらないから、とりあえず置きますね。ソーラーパネルを、商売上手だね。これで買わせようって魂胆だろ。なんかもっとかっこいいライドを作りたいなって思った、そんなあなた。プラネットコースターを買ってみないかみたいな流れなのかな。スタッフ、すごいシュールな感じになってしまったな。一気に規模感出てきたな。え、別にここはだって何でも使えるでしょ。ここを使っちゃいけないっていう規則はないしね。ここに動物も置けるし、スタッフハウスも普通に置けるのでは。まあまあ、そう焦りなさんなって。問題、ライドに一つ以上の問題が発生しています。何ですか？ステーションが接続されているかを確認してください。え、接続されてるでしょ。なんだろう問題って。その問題の中身が書いてないからわからないんだよ。出入り口はあれじゃね、とりあえず適当に道つなげればいいんじゃないの。道がつながってないことがこれもしかして問題になってる。ウイルス系も研究しとくか。あー、車両数なんて変えられるんだ。へえ、7、4つぐらいにしとくか。最高速度30キロ。これどっからつなげるのがベターかな。こっからつなげればいいか。こっからどういう風につなげればいいんだろう。入り口はどこにこれなるの。プラットフォーム、ん？あれ、これどうやってつなぐんだ。道路のつなぎ方が配置できません。え、とりあえずつないでみる。
プラットフォームを選んでみる。はい、テストを開始。あ、すげえ走ってった。走ってっちゃった。あ、すげえすげえすげえ。いいね。シュールだな、なんか。でもさ、タイとかの階段ってこんな感じじゃない？タイってこんな感じだよね。なんか階段あるよね。なんちゃら寺院みたいな階段こんな感じじゃない？え、そうでしょう。寺院とかそんな感じだよ。本当に本当にこれ接続できないんだけど、ちょっと待って、長さが長すぎるか。ん？ん？触れないな。ちょっと待って、めっちゃ接続むずいんだけど。むずい、待って、マジでむずいこれ。どうやってつなげるの？普通につながりそうなんだけどな。ちょっと待ってな。あ、いいね、なるほど。あれ？先に出入り口を作らないといけない。そうなの？ちょっと待って、先に出入り口って作れるの？いや、でも完全に不良再建じゃん、道が。ちょっと待って、いらない道になってる。ジャンパッド起きるならいいけど。これでもなんか他の施設みたいに飛び出すとこなくない？完全にこれじゃただのあれだよね、見せっぷだよね。駅から、いや、そう、駅から伸ばそうと思ってんだけどさ、伸びないんだよね。伸びるとこがないんだよね。今いろいろイジイジしてみてるけど、駅のウィンドウの最初のタブ、駅のウィンドウ最初のタブ、これか、33番。はあ、なるほどね。しかもこれ逆じゃね？なるほど、天才だ。そういう風にやるのか。ほう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 。これ逆や。入り口。逆逆。ちょっと待って。ステーションをまず編集しないと。トラック編集。
ック編集でなんだっけ、ステーションを右にしないといけない。右にして、先輩すげえよ、さすが。ちょっと待って、友人歩道を接続。マジか。ステーションが違う？ちょっと待って、これは何番ステーションだ？名前が無機質な名前になってるから34番ステーション。右にはなってるよ。でもなんだ、待ち行列。待って、34番で、34番だよね。あ、でも右になってるよね。なってるなってる、これだよね。右になってて、で34番でしょ。これなんで出ないんだ。ほう、これ37、え、待って、え、34じゃないの。最後に直したから番号が変わった。ほう、ちょっと待って、本当だ、37番だ。入り口、出口。あー、すごい、なるほど、そういうことか。これであとは歩道を接続すればいいんだな。むずいこれ、本当にこれむずいわ。え、なんでこんな調整むずいんだろう、やばい。え、高さ合わなくない？ちょっと高さ合わない、自動接続してくれよそこは。不親切極まりなくない？二段目の専用歩道、あ、これか。あ、そうなんですね、なるほど。あ、だから繋がんないのか。ちょっと待って。
そうじゃないよな。ま、なんだセットアップって。セットアップが向こうになる。まあいいや。で、あ、出口は、なるほどね、こういうことか。おー、すごい、できた。それっぽいね。いいんじゃないの。まあ、できた、できたって言えるのかはちょっと怪しいところあるけど。